今日の企画の撮影は、年末年始21デイズの企画の撮影でした。私はこの襟元にフードがついてるこのコーディネートなんですけど、このフードが襟元にあることで目線が上に行ってスタイルアップをするっていうのがポイントになっています。あとワイドなので細く見えて、こうちょっとウエストがあのハイウエストなので、そこでもスタイルアップできてます。スキニーを履いてるので足がスラッと見えるのと、あとヒールを履いてるので足長効果があると思います。ボリュームが結構あるコートだから、こう足元も細く見える気がする、私はこの帽子で、目線をね、目線を上にね、上に割とワイドを私は選びがちなので、なんかスキニーだったりとかガールフレンドにもすごい挑戦してみたいなって企画を通して思いましたね。私はスキニー履くことが多いので、そのワイドとかガールフレンドを挑戦してみたいなって思いました。でも私も普段ワイドなのが多いので、やっぱりそれも可愛いなって思うんですけど、スキニーを履きたいなって思います。私、見たことないかも、撮影以外で履く、まあ、ないかもね、一個だけ持ってる。私は履いてる。いや、辻ちゃんはイメージある、なんか大学とかで履いてそう、なんか、スキニーも似合うし。似合うね。この企画を見てコーディネートの参考にしてみてください。バイバーイ。